ジョゼ・サラ・マーゴは、ポルトガルの作家、劇作家、ジャーナリスト。1998年にポルトガル語世界初のノーベル文学賞受賞作家となった。リスボンから100キロ北東の乾村、アジニアガに農家の息子として生まれる。高校を中退し、整備校として職業訓練を受ける。いくつもの職を転々とした後、 ジャーナリストとして活動していたが、ディリオでノーティシアス副編集長時代に政治的な事件から1975年に職を追われる。1975年から1980年までは翻訳家として成計を立てていたが、以降職業作家を目指し1980年代から精力的に作品を発表し始める。1982年発表の修道院回想録で 国際的評価を集める。1998年、創造、哀れみ、アイロニーを盛り込んだ偶話によって我々が捉えにくい。現実を描いたとして、ノーベル文学賞を受賞。近年は、スペインのカナリア諸島の最北東タンランサローテ島で、暮らしていた。2010年6月18日に成去。87歳坊津。ジョゼ・サラマーゴを撮影したドキュメンタリーに、 ジョゼとピラールがあり、病に倒れながらも像の旅を書き終える過程が描かれた。しばしば長さ1ページ以上の長い文を書く傾向がある。段落は通常の小説の章の長さに匹敵するほどである。なお、対話を区切るために引用符は使わない。など、個性的なこれら特徴から独特の文体のリズムを持っている。ポルトガル共産党に所属しており、 自身も無神論者であることを認め、体制に批判的な立場を貫いている。また、ポルトガルとスペインが政治的に統合して一つの国になるべきだという主張を展開し、両国で論争を巻き起こしている。ジョゼ・サラマーゴ氏読売新聞2010年6月19日不法閲覧。ありがとうございます。